アメマートーナメント。はい、えー。先手ですね。先手が広瀬八段で、後手が藤井二冠という,う対局ですね。はい。寄付の方を見ていこうと思います。はい。えー、<だ>初心者の方でも分かりやすい、簡単な説明の方を行っていこうと思います。はい、えー。フィッシャル,ルールになりますので、 はい、えー、持ち時間ね、あまりないので、えー、積極的に序盤は飛ばしていきます。ここで、えー、広瀬八段が6六歩としまして、角交換の、はい、拒否を行っていきました。ま、お互いにですね、居飛車党ですので、ここは、元気模様になっていきましたね。はい、<laughs> はい、3六歩で積極的にお互いにですね、 はいえー、攻めの駒を進出しながらも、はいえー、囲いの方を形を作っていくという形になってきました。1六歩と、まあ、あの端の位の取り合いをして6八玉で、はいえー、形をですね、はい、整えていって8歩、まあの方も、はい、位の範囲取り合いをして6三銀ですね。 はい、徐々に攻めの形をしていきます。3八飛車とですね、広瀬八段が、はい、3筋狙いをしていきますね。この、ま、眼筋の場合は、この格闘がね、弱いので、非常に狙われやすい3筋になります。 4二玉,、はい、玉と藤井二冠されましてから7九玉とですね<玉>さらに、えー、広瀬八段、はい、玉の安全度を高めていきました。銀えー、藤井二冠ですねはい5四銀と腰掛け銀模様にしてきまして、えー、ここではい、えー、3筋を攻めていきましたね広瀬八段は。で同歩に同車と行きまして。 ここでですね。はい、34歩と受けずにはい攻めていきます。86ですね。これに対して広瀬八段は86角と押されました。これがえー、取った手がですね。 ちょうど6四の歩に当たってるんですね。はい、ここで3四歩と押しまして、広瀬八段は3九車と深く、はい、飛車を引きましたね。下段飛車にしました。で、藤井二冠は、はい、攻め筋である6筋を、はい、ついていきました。この手に対して6九車とですね、回り込んで、はい、いきますね。これがまあ、狙いだったんですね。広瀬八段の。 はい、この手に対して藤井二冠は4五歩としまして角のハッチを上けて後、えー、手ながらですね積極に、えー、敵に攻めていきます同歩としたところで今度ですね9五歩としまして味付けをしていきますね同歩としてどんどん、はいえー、歩をですね突き捨てていって飛車を、はい、6筋にセットオンしました。 はい、えー、これに対して、はい、えー、徹底的に守るということで、えー、7七角としました。この構図が、えー、攻める藤井二冠に守る、えー、広瀬八段という形になります。はい、8 5桂と飛んで、さらにですね、攻撃の手を緩めない藤井二冠、8八角と引いて、広瀬八段なんとか耐え忍んでいきます。 6、えー、六,六歩としまして、えー、これに対して、えー、同角と言ったんですね<角>はい、えー、これに対して藤井二冠は5五<ー>銀としてはいさらにうまい具合にですね、えー、銀を攻めに活用を決めていく藤井二冠、えー、この角いじめに対して8八角となんとか辛抱する<角>はい広瀬八段ですね。 はい。で、六、えー、6六歩としてですね。はい。嫌味な、あ、歩を打ちをしていきます。これはですね、取るわけにいかないですね。えー、飛車角銀が効いてるので、取るに取れない歩なので、ここは、五、えー、5六銀と交わしていきます。えー、ここでですね、藤井二冠は9五強としました。はい。先に突き捨てたためにですね、このように、えー、攻めがですね、 はい、えー、すぐに、まあ、あの、つながっていくということですね。これ、同郷と行かれるので、<う>まあ、共存はしてるんですけど、一歩読しましたね。この一歩読したところをどこに打ち込むかというと、ここだったんですね。4六歩打ち。えー、これでですね、あの4、4七銀の、はい、えー、仕事をですね、させないというところだったんですけど、はい、えー、広瀬八段、辛抱ですね。 はい、六、えー、筋を受けました。強者が取れたので、もう銀損は仕方がないというところでしょうか。はい、で、ここで、まあ、予定通り四七歩ないと死ぬんですけど。まあ、と金をほっとくわけにはいかないので、ええー、同銀とする。ええー、広瀬八段。 えー、ここでですねはい藤井二冠どのように対応するかといいますと 7,、はい、7五歩ですね、うん、こうゆっくりした攻めのように感じるところですがこれがまあ間に合うということでございましょうか。8, はいえー、8六歩としまして、はい、桂馬を狙っていきます。 もうこうなったら、もう止まるわけにいかないですね。7はい、ええー、七六歩として、ええー、七辻の位を取っていきます。ええー、八五歩と、まあ取りまして、ええー、ここで藤井二冠が、8ええー、八六銀としましたね。はい、空いたスペースに八六銀を。 できました次にですね、えー、8七封打ちをして、まあ、攻めを展開していこうというところなので先にですね相手が打ちたいところに打つということで8七軽打ちをしまして封を打たさないようにしましたなおかつはい、えー、9五の強者も守るという一手ですねはいここで藤井二冠をふわっと6五飛車と浮いてきましたはい5速球でですね 直球ストレートで攻める手かと思いきや、ふわっとしたスローなんですね。あのー、手を打って、これが、まあ、例えばこの8号車ですね。まあ、回り込むとですね、次に8号車といって、まあ、8、7、銀なりとね、しますと、はい、どんどん攻めてこ、えー、られると大変なことになりますので、えー、広瀬八段、えー、7号を封打ちをしまして、それを阻止してきましたね。 で藤井二冠の次の一手ですが4六封打ちをしましてはい、銀をいじめていきます、えー、広瀬八段はこの手に対してはいまああの3六銀としてまあ将来ですね攻めに活用しようかというところでございます。 はい、えー、藤井二冠はここで、えー、4六銀と行きましたね。4, 次にこれですね。まあ7五銀としまして、まあ同桂というですね、この流れを見てるっていうところです。はい、えー、そこでですね、 はい広瀬八段えこれはですね銀取りというかですね、えー、それよりもあの角ですね3三,三角のはい攻撃力を止めるというストッパー役のはい4四強打ちですねでここでですね7五銀と進出きました 7, 5,、えー、同桂とね同桂とされるんですけど 7, 5, ここで、えー、8七封打ちですね 8, 7, という手がはい、えー、攻めの 流れが展開してきます。99角と引いてなんとか耐え忍ぶ、えー、広瀬八段でございますか。かえ44、ー、銀ですね。はい、ここで44。きっとお行きました。これはですね。まあ、持ち駒がえ藤にか全くなくなったので、はい。攻め駒を補給するということですね。えー、で、これも豆腐といったところなんですけど。 さあ,あ、強者を早速はい。7。7にぶち込んでいきます。ど,<う>どんどんとですね。攻めの手をね。あの繋げていく藤井二冠ですえ。藤井二冠とですね。攻めがつながっていけばですね。はい、藤井二冠の勝ちでありますが。もし。 藤井二冠の攻めがですね切れてしまえば、えー、広瀬八段からの怒涛の攻めが、まあ、回っているということですね。さあどうなっていくのでしょうかはい状況的にはまあほぼ五角的なところもあるんですがここですね4九者とと回りました。これはですね はい、えー、飛車がですね、はい、玉刀を狙うっていうことですね。えー、4筋に回って、4筋にいる玉刀をまあ狙っていくっていうことと、あと玉の逃げ道をですね、広げるっていう意味だったんですがここでですね、一気に、 二の形成が良くなっていきますえー、7八としましてはい金を取りました。えー、これをもう同玉と言ったんですけど4四角,角とはい角が現れましたね。えー、ただこの4四角ですが。 はい、4五香打の田楽打ちをされたんですね。はい、角取りの、はい、大手という形になりましてここで藤井二冠ですね、まあ、通常でしたら、まあ、やってしまったってとこなんですが藤井二冠ですからその手は読んでいたはずです。えー、6七歩成としました大手ですね。でここで、えーまあ、6七歩成としたところで、えー、角がですねお互いの角が睨んだ形になります。 同歩、えーえー、としたところではい4号車とはいこの強車をですね飛車で取るんですねすごいですね飛車を捨てました。 で、ここで、え、う銀とするんですかで、ここでですね、この角を9九角成としまして、はい、馬を作りながら角をいただきました。非常に広瀬八段恐ろしい、え、展開になってきましたが、はい、藤井二冠もですね、どんどんと、はい、え、の駒がね、なくなっていってるとこです。え、ここで、え、はい、4三藤打ですね、やっと で、えー、攻めらしい攻めが、えー、始まってきましたね。この攻めに対して、藤井二冠取るのかと思いきや、取らずにですね。三一玉,一玉とします。はい、えー、待望ですね。攻めの端が回ってきたので、三三はい、どんどんと攻めていきますね。歩がたくさんあるので、歩を活用していきます。同桂、えー、としたところで、四二銀打ちをして、攻めの手をつないでいきます。はい。 逃さないぞと言わんばかりの、はい、大手ですね。えー、これを、<金>えー、4二金としまして、同歩りとしまして、4二金ですね。藤井二冠の、はい、守り駒がどんどん削られていきます。はい、6一飛車打ちですね。藤井二冠の、はい、守り駒がどんどん攻め、えー、なくなっていったんですが、ただ、えー、持ち駒がですね、 えー、どんどん豊富な持ち駒が増えてきました。えー、各金銀恐風ですね。ですので、これ、えー、今、広瀬八段の攻めのターンになってますが、はい、これをですね、守りきればですね、藤二課の恐ろしい攻めのターンが回ってくるということです。ので、えー、広瀬八段は攻めをつないでいきたい43風地をしていくんですが、 ここのターンでですね、もう守る必要がないということで、藤井二冠攻めに転じます。7七歩成ですね、6九玉と逃げますが、6八銀と、はい、攻めていきます。さらに王手逃がさないとと言わんばかりの王手です。これを同金と言って、えー、同歩成、えー、同歩ですね、同歩と行きまして、同玉と行ったところで、 はい、えー77拡張しましたね。7, 7, 8, これ桂馬が効いてるんですけど、桂馬がえー、もし同系と言ったらですね。この99の馬がまあ、仕事をするということで、58玉と逃げます。しかし、逃がさない藤井二冠59金打ちをしました。これが大手金取りになります。5, 9, 8, はい、えー。同社といったところで47金をしました。はい、これでですね。はい。えー はいこれでもう積んでます、ね、こ,こでまあ,あの広瀬八段投了されたんですがこのあとですね、えー、4九玉と逃げましたら5九、はいえー、角成としまして同玉といったところで5八飛車打ちをして5九玉6七封打ち逃げるね、えー、7九玉とするんですけどさらに7八封打ちをされまして。 で同曲と行ったらですね隣でこうやって積むという形ですね非常にはい強い藤井二冠の雁木、はいえー、でした、えー、この4六の歩がですね最後ですごいよく聞いていましたね。 はい。えー、広瀬八段の、えー、飛車を止めつつ、さらにですね、えー、攻めの足掛かりにもなった、4六歩ですね。はい、えー。以上になります。えー、今回の、はい、動画は以上になります。以上にありがとうございました。最後にいただきありがとうございました。失礼いたします。えー、よかったらチャンネル登録と、はい、高評価の方もよろしくお願いいたします。失礼いたします。